こんにちは、大地です。今回は前回話したように試合で使えるプレーを紹介します。試合で使えるプレーといっても見せプじゃなく、見せプレーのことですね。そういうのではなく試合で無駄を省いたプレーを紹介しようと思います。でもその前に自分の試合が1試合分あるので6部はこのレベルだよっていうのをハイライトっぽくしてお見せしようと思います。その後で使えるプレーを紹介します。画質が悪いのですがご了承ください。それではどうぞ。ドイツ6部リーグはこんな感じです。6部でもすごく見応えある試合だったと思います。この試合で紹介したいプレーは3つあります。2つは体の使い方と1つは足技ですね。動画を見ながら説明します。まず1つ目の体の使い方なんですけど、この場面で運よく相手の前に体を入れた後に相手から何度もボールを蹴り出されそうになったんですが、この時に僕は相手がボールを蹴り出そうとしてきた足を僕の足でブロックして、ボールと相手の足の間に僕の足が来るようにしました。これをされたらディフェンダーはなかなかボールを奪うことができません。2つ目の体の使い方は、よくスローインからボールが入る時だったり、ディフェンスライン中盤からボールが入る時のポストプレーに使えるプレーです。ボールが入る時に後ろから体を当てられるとぐらつきトラップミスをしてしまう人が多いと思います。そこで僕が使うプレーは、ボールが入るときに相手が後ろから体を当ててきそうだなって時、自分の体を後ろ方向に逆に当てていくことです。
考え的には相手の前に行く動き、自分が後ろに行く動きでプラマイゼロにしてあげることです。これをすることでキープ力がぐっと上がります。相手が過剰に来すぎた場合はうまく倒れればファールをもらうことができます。このプレーは僕のプレーではないのですが、この受け方をしてしまうと相手に後ろから押された時に競り負けてしまうことが多いです。3つ目の足技は完全に相手が足に来てるのが分かったので、相手の足を一瞬だけ止めるためにまず右足でボールを引き、相手の足が止まったところをタイミングをずらして左足でちょんとボールを動かすだけです。今回の場合相手が少し後ろだったので股抜きだったんですが、並走してたら裏街道で抜けます。フォワードの選手は体の使い方がとても重要になってきます。相手を背負うことが多いこのポジションではキープ力が大切だと思っています。背負うことが苦手だなって思ってる選手は参考にしてみてください。でもあくまで僕のやり方なので、自分に合ってないなと思ったら自分で試行錯誤をして自分に合った体の使い方を身につけていった方がいいです。3つ目の足技は至ってシンプルで簡単です。ライン際などでよく使える技です。練習すれば誰でもできます。ぜひ使ってみてください。今回はドイツ6部リーグがどんなものなのかと3つの使えるプレーを紹介させていただきました。ドイツサッカー面白いな、このプレーいいなと思ったら高評価の方をよろしくお願いします。それではまた次の動画で。チュース。